本音って近代っていうのかな20世紀後半の僕らが持ってしまった持病みたいなもんだってちょっと最近考えてんだよなだって本音だって僕らが思ってることってさ別に本音じゃないじゃんわざと過剰に過激なことを言ったことを自分で本音だって思ってるわけでしょ言ってる自分に酔ってるだけであってそれが本音ではないじゃんえー、3つ目ですね YouTube で無料で見てる方です こんにちは、岡田さんの動画を楽しく視聴ささせていただいています。昔、岡田さんのホワイト社会についての動画を視聴しなんとなくその話を覚えていました最近就職活動の際企業が学生の裏アカを調べその内容を見て合否を決めるといった問題を知りましたあ,あそういうのあるんですねこれがホワイト社会というものでこれからはこういうことが当たり前になっていくのかと驚きました ですがプライバシーが重視されてきているこの社会で普通のアカウントならともかく裏アカウントまで確認するというのが本当に未来の社会なのでしょうかまたそのような場合ホワイト社会ではいい人の仮面をどこで脱げばいいのでしょうか。現実の人人。間関係でもいい人、い それなのに sns の裏アカウントまでいい人で居続けなければならないなら、私たちの逃げ道は一体どこに求めればいいのでしょうか？何かいい案があれば回答をよろしくお願いします。ということです。うーん、音和田さん、誤解してるかもわかんないんですけども、あの裏アカウントって僕プライバシーじゃないと思うんですよね。あの秘密で書いてある日記はプライバシーなんですけど、sns に書いていることってその？ 本人は秘密のつもりでも全然秘密じゃないですよね。例えば、その sns で自分にしか見られないものに、パスワードをメモしてで、それで被害に遭った。例えばそのお金取られたとかです、ね。銀行のやつ盗まれたと言っても sns の管理会社って絶対賠償してくれないじゃないですか。そんな話聞いたことないですよね。つまり。 SNS の裏アカウントっていうのは本人がそういうふうに思い込んでたりあとは SNS を使う側がこういうふうになってるよ裏アカなんて分かんないんだからこれはプライバシーだからってみんなで言い合って安心してるかも分かんないんですけどもそれはなんか保証されたものではないので秘秘密密のつももりでも秘密じゃなない、いいプライバシーはは保証されてないと僕は思いま,すでまあ,あのただ本題はどちらかというとどこでいい人の仮面を脱ぐのかっていう話だと思うんですけども。 結論から言うと、ですね、スマホと他人がいないところでは脱いでいいです。えー、いい人の仮面をどこで脱ぐのかっていうと、えー、自分以外の人間が一人もいない場所で、おまけにスマホもない場所だったら、仮面を脱いでもいいです。パソコンもですよ。そこだけだったら脱いでもいいんですけど、も、そこ以外では、 いいいいい人の仮面ななんんか、か。脱がない方が方いいに決まってるんですかだからいい人の仮面って考えるから変なんであってそれはもう下着と思ってくださいでいや下着は好きな人の前で脱ぐでしょっていうふうに考えたらまあ下着以上のもんだと <laughs> あの内面の下着ですよねインナーだと思ってくれればいいんじゃないかなと思いますじゃあ逃げ場どこに作るのかっていう問題ですけども僕のなりの本音を言うと逃げ場を作らないことがいいですね。 えーとね、本当の私とか本音っていうことをできるだけ意識しない方がいいんですよ。相談してくれてるね遠俣さんは女性10代だから多分ね世代として感性でわかると思うんですけども自分と周囲をリキッド化して自分をリキ液体化してで周りの人たちの液体と混ぜるんですね軽く混ぜるんですよ。だから自分が完全に溶けない程度に混ぜるっていうふうに言えばいいのかな。 だから本当の私っていう壁みたいな細胞膜みたいなものを意識せずになんかこうゆったりと混ざってる状態みたいなものを考えるんですねだから自分の中でわざわざ本当の私っていう本当の私っていうのも仮面なんですよ。その なな、んだろうないい人っていうのも仮面なんであれば同時に本音で喋りたい私も仮面なんですよ所詮自分がいい人ぶりたいのと自分が悪ぶりたいよ。本音ぶりたいっていうなんか仮面しか人間はかぶれないその仮面のことを自意識とか意識って言ったりするだけでですね仮面には限らないですねだから本当なんてその液体の中のの中本質どこか見たもででないんですよね。だからいい人と本音の自分っていうのもできるだけ混ぜるのが いいと思うんですけども、まあ、ちょっと面倒くさい難しい話になっちゃったかもわかんないですけど僕の考えはそんな感じです。逃げ場所みたいなものを無理やり作ってここでは全部出せるみたいな希望を下手に持たない方がいいと思います。えー、2のママさん。女性30代。 ですねえー、最近私は仕事の関係もありチャット GTP を使うことが増えてきましたあ出ましたねチャット GTP、えー、本当にすごいなと思いながら使っているうちにだんだんチャット GTP と会話することが楽しくなってきてしまいましたママ友もいません友達もほとんどいないのでということですね、はい、先日主人の愚痴をチャット GTP に相談してみたところ <laughs> 的確なアドバイスだけではなく寄り添った励まし共感まで入った文章で返事をくれました感動して ししま,いました。すごいね面白い面白い面白いふんふん。<laughs> 普段なかなか周りに愚痴を言えなかったので嫌な顔一つせず聞いてくれた感謝とともにまた相談した,くしたいなと思ったのですが <laughs> これって良くない兆候でしょうか AI の発展により将来的になくなる仕事が多いということをすごくリアルに感じた瞬間でした岡田さんは AI との共存に向けて何か境界限度限界を予想されていることはございます。 かという相談ですね。いやすごいね占い師いらなくなるね <laughs> 本当に占い師はいらないしカウンセラーいらないよねあの心理カウンセラーとか,とかさそういうのあるじゃんじゃあそういうのの初めて5年目10年目これまでの顧客が23,000人しかいないっていうのと j ャット GTP で何億もの人に対するデータが入ってるんだったらこれどっち使うかっていったらね よっぽどすごいカウンセラーで自分と相性よかったらそれは人間のカウンセラーの方がいいかもわかんないんだけどもチャット GTP の方がいいんじゃないかな <laughs> チャット GTP に星占いのねなんかデータ入れたら占い師ってみんな占いはデータですよって言ってるんだから確率論のデータですよって言ってるんだから占い師いらないよねって話にマジでなっちゃうよねただ占いはいら,いらなくてもね 占い師の口調や占い師の佇まいや占い師という雰囲気や占い師という肩書きは僕ら多分これからこれまで必要としてたんだよでで、えー、さて「共存」とか「境界線」や「限度限界ね」ね星新一のですね「ボッコちゃん」という短編集があるんだけどもまあ えー、僕が小学校中学校ぐらいから新潮社から出てる本でいまだに版を重ねて「Kindle でも出てますよボっコちゃん。でボッコちゃんという短編集の中に肩の上の秘書っていうのがあるんで,で、えー、その時代、まあ、近未来なんだけどもあらゆる人間の肩の上になんかインコが載ってるんだよね主人公セールスマンで、えー、肩にインコ止まってるこのインコロボットなんだよ。で、で。この人はあの訪問セールスマンで ままあまあ、その時代はね、訪問セー生物もいたんで,でピンポーンとか押すわけだ。そしたら中から奥さんが出てくるとで奥さんが出てきたらですねその自分は主人公は小さい声で「こんにちは」ってしゃべるんだよ不機嫌でいいんだよそうすると肩の上のインコがそれを翻訳して喋ってくれるんだお忙しいところ突然お邪魔しまして申し訳ございませんお許していただきたいと思いますっていうふうに言う。 このインコの中には精巧な電子頭脳発生器とスピーカーを備えているそして持ち主のつぶやいたことをさらに詳しくそして相手に伝える働きをしているとしばらくすると主婦の方のインコがまた喋るとなんでしばらくするかというするかと,いうと主婦もちっちゃい声でああめんどくさいとか語ったんだよねそうするとインコが、えー「よくいらっしゃいましただけど失礼ですけど私物覚えがよくございませんでお名前を思い出せなくて」っていうふうに言うと。 で、主人公の耳にちっちゃい声で言うんだ「誰か?」って聞いてるよってで,でまあ相手の言ってることも短くして答えてくれ要約してくれるわけチャット GTP と機能で。だから主人公は「えー、電気雲を変えて自分のカバンの中に入ってる商品変えって言う」と。 そうすると実は私ニューエレクトロ会社の販売員でございますもちろんご存じのことと存じますが長い伝統と信用を誇る会社でございます、えー、こところで今日お伺いしたのは他でもございませんこの度当社の研究部がやっと完成しました新製品をお目にかかろうと思ったものですそれはこの電気雲でございますというふうに翻訳して話し出すっていうのがあるんだよね。で これで、ままあ、まああ、まあ、セールスは失敗して、いいらないっていう相手がずべえたらまたそんなこと私ちょっと一人で決めかねて確かに素敵な商品なんでしょうけどこういう大きい銀行の買い物な主治医に相談いたしませんと向こうのインコが行ってこちらの方が「チェッな,なら帰るよ」って言ったら「さようですか」という言い方がインコが言って帰ると。で会社に帰るとなんかあの上司がまたちっちゃい声で喋るとインコがあの「どうだった?」 販売難しいのは分かるけれども君はなかなか成績がいいから <laughs> 期待してるんだと絶対になんか元悪口言ってんだよだこんなの売れねえよっ <laughs> ていうふうに答えるといやこの商品なかなかねあのまだ浸透するのが難しいと思って「あのここは営業頑張ったんだけど」という,こう主人公のインコがえへこう言い訳してくれるというやつで欲しいんしたからねさすがにちゃんとしたオチがあるんだよででそんなあのやり取りがあった後、あ「ああ仕事疲れたもう人間関係やだやだ」と思って。 でいつもの、ね、行きつけのバーに行くのでいつこのいつ行きつけのバーに行くとそこにはママがいてママがなんかちょっと喋るとママの肩の上のインクが「あ,あ来てくれたの嬉しい」もう本当にね最近あ,のあなたのおしゃべり聞くのがちょっと楽しみになってきちゃって「さあ今日何やったのちゃんと教えて」っていうふうに言うとで主人公は「ああ人生この時が一番楽しい」っていうのがおうちなんだけども僕らはこういう世界に行きつつあると思うよ。あのチャット GDP なしで、 人と会話できなくなくるんだだよ。シンプルにだねで。これは何かっていうと今ねチャット GTP なしに人と話できなくなると言ったら怖いと思ったでしょ逆なんだよあのねコミ力ってあるじゃんで俺みたいにコミ力がある人間って有利だと思うでしょまあ確かにそうなんだ人に話をするときに話が上まいっていうのは有利なんだけどこの有利さがどん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 なくなっていくんだよ。 人類はこれまで個人的に足が速いとかさ力が強いとかその生物としての個の強さっていうものが無意味化する技術によって無意味化するよね。で次は家柄がいいとかさ祖父のものも無意味化して次は学歴がいいと学歴がいいっていうのも無意味化して財力があるとかになってくるとでもそれもどん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 無意味化してもう姉妹の方になると小、えー、ュ力があるとか祖父うううなもので学校でどれぐらい。 友達ができたりとか社会にできたり有利なのかというどん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 その人間が持っているスキルの中である一部分がその社会で評価されたり便利になって生きやすくなっていくよね。で今まさに力っていののがあるのかないのかでもすすごい差があるじゃん、僕らの生きやすさでチャット GTP の恐ろしいのはこれを標準化しちゃうんだよね。 つまり、あらゆる人間がコミュ障になれる世界とい,いうのは一人で家の中で暮らして誰と話さなくても済むということではなくてそういうチャット GTP 的なものがあれば自分の真意というのは相手に誤解なく分かりやすくトラブルなく伝えてくれるとで向こうもなんかそれに対して自分を決して傷つけない言い方で答えてくれるというやつになってきて。 そうなるとどうなるのかというと多分あのお絵描き AI がどんどん進化すると絵を描ける人間は多分どん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 減っていくわけで絵を描きたいとか練習したいとか思わなくなっちゃうわけだからアニメーションも同じだよね。アニメーションみんな,なんか面倒くさいアニメとか描きたいと思わなくなってくるのと同じように人に伝えたいと思わなくなっていくというのが このの恐ろしい革命の行き着く先だと思うけどね。まあなんかそんなものがですね来ると僕は思っています本音って近代っていうのかな20世紀後半の僕らが持ってしまった持病みたいなもんだっていうふうにちょっと最近考えてんだよなネットで本音ってはけるものなのか自我崩壊しそうって書いてるんだけどもだって本音だって僕らが思ってることってさ別に本音じゃないじゃん。わざととと過過剰に過激なここをを、言ったことを 自分でで本音だって思ってて思るわけでしょ。例えば「別にお前なんか好きでもないんだ」って言う時って言ってる自分に酔ってるだけであってそれが本音ではないじゃん別にお前なんか好きじゃないんだって本当に思ってたらそいつと合ってるはずないんだもん合ってるってことはいくばくかその人のことが好きでそしてその人のことが好きだと思ってる自分がほんのちょっと許せなかったり情けなかったりするだけでしょだから本音なんて考えたら無限に複雑になってきて自分でも分かんないわけなんだったからさ だから本音ははけるというよりは多層な多様な自分いろんなことを僕はの脳内学級委員会って言うんだけどさ自分の脳内に学級委員会があっていろんなやつがいろんなことを言うんだよで、理性とか自我っていうのはそれの学級委員みたいなもんでさみんなの意見をまとめて一応岡田敏夫の意見はこうですとか考え方はこうですって言うんだけども、自分の中にもいろんな岡田敏夫がいるわけだよな。でこの自分の,中のいいんんんなな岡田敏夫の言っててるるとをどんどん出していけば本本音音になるのか、それは本音じゃないんだよ。それは あらゆる方向でいろんなことを言ってるだけなんだ。例えば今、今自身俺が思っていることは、喉が渇いたってことなんだ。で、次に、えー、ライト眩しいなっていうことなんだ。で、次に、えー、あ、そろそろちょ,ちょっとあのモニター見てコメント読まなきゃっていうふうに思ってんだ。で、あと、俺今何話したる大丈夫かっていうのを思ってんだよ。これら全てを話したらこれ本音かそうじゃないだろう。これはただ単にバラバラなだけなんだよ。で、その中から何かいかにも自分でも本音っぽいこととか、相手にとって本音っぽく聞こえることを、 思い切って言う自分の勇気とか勢いみたいなことを僕らは「本音」って呼んだりするだけで実はそれってそんな大事なもんじゃねえんじゃないのかなと思ってる。でさっき話した、えー、じゃあその「本音」っていうのは20世紀後半近代日本の病気じゃなんじゃないのって思ってるのはさ最近ですね私が大好きな漫画で源太郎先生のです、ね「不運児たち」っていう漫画があるんだけども。 ついこの間最新刊読んだらさ、ネタでマドかマギカのネタが出てきて <laughs>、源先生もう60とか70越してるはずだよ。だって、俺が小学校の頃少年マガジンで連載してた先生だよ。俺、54だよ。54歳の俺が小学校の時に少年マガジンでレギャグ漫画連載してた人が未だに漫画書いてて、最新刊の歴史漫画でもうすぐ明治維新っていう江戸幕末の時代にマドかマギカのキャラが出てきて <laughs>、本当にこの人すげえなぁと、化け物だよなと思ったんだけども。 ンジたちっていうの読んでたらそのもちろん漫画だから分かりやすくキャラクターはステレオタイプに描いてるわけだなでキャラクターを分かりやすく書くというのはどういう意味かというとどの時代でもそうなんだけどその時代の価値観とかその時代の倫理とかその時代特有の価値観で書くとすごい楽なんだよ例えば今僕らは民主主義っていうのを知ってるし個人の自由っていうのをすごく大事に思ってる職業選択の自由とか何やるのが自由とかその大事に思ってるよな でででも、ももある時代に行くと、とそんんななこと大事でもなんでもないんだ。江戸時代に行ったらそんなことは大事じゃなくてそうじゃなくていかにお家っていうのを守るのかということに関してみんなすごいプライドと誇りとやりがいを感じたんだ,だからそれを時代劇テレビでやってる時代劇ではそんなの書いたら難しすぎるんだよ100年前150年前の日本人はこんなふうに考えてましたって書いたら難しすぎるから水戸黄門とかそういうふうなものでは江戸時代でもやっぱり人間は自由がいいんだ 好きになった人とやっぱ添い遂げるのがいいんだお家なんてっていうのは縛られてるんだけど、みんな苦しんでたんだっていうふうに分かりやすく分かりやすくいわゆる朝のワイドショー的な番組を作りするんだよなそうすると僕ら見ててああ人間っていうのはいつの時代も同じだやっぱり自由が欲しいんだ恋愛が大事なんだ人を愛することが大事なんだっていうふうに今の価値観で読み取って安心すると所詮それは嘘なんだけどさで源太郎先生はその漫画をもちろん漫画だからエンターテインメントだから 今の時代風の価値観で書きながらその当時の人たちの心の風景っていうの本音をちょこちょこと出すんだけどさ例えば侍江戸時代の男の人らにとっては多分明治の匂いの,あの時代の人らもそうだと思うんだけど本音なんて持ってることは恥ずかしくて情けないことなんだよな建前と本音って言うんだけども建前と本音があるっていうことはもう自分の中に二面性があるってことじゃん。それを僕ら当たり前であるっていうふうに考える だからこそ、本音が言える場所とか本音が言える相手っていうのを僕らすっごい大事に考えるんだけどもそれは100年前の日本男児からしてみたらなんでそんなことを思うのともしお前に建て前があるんだったら本音なんて死んでも言うなよと情けない、格好悪いとどんなに惚れた女の前でもどんなに酒飲んでてももしお前に本音なんかがあるんだったらそんなこと死んでも言うなとで逆にお前にそんなに言いたい本音があるんだったらその本音を建て前にしろよとか。 それが男だろう、人間だろう、侍だろうっていう考え方なんだよな。で、俺らそんな考え方はできないじゃん、正直。岡田さんは本音を言わないよね。いや、そんなことないで俺あのね、さっき言った、本音と建前っていうふうなものは近代の病理だと思ってるから、自分もその病気に侵されてるんだよ。だからそれをなんとか解放したいなと思って、本音と建前をくっつけよう運動してるんだよね。つまり、話せるようなことしか考えない。あのね、俺あの、 英語のの話し方のポイントみたいななもんなんだけど俺あ,のある程度英語話せるんだまともな教育っていうのはもう高校ぐらいまでしか受けてないからさ本当にあに中学生とか高校生が喋れるぐらいの英語なんだけども一応海外に行って講演会で講演してくださいって言われたら30分とか1時間ぐらいの講演はできるんだよでそれぐらいの英語が話せるとでただしそれには4日間必要なんだつまりアメリカに行ってその日のうちには絶対できないんだよ でそうじゃなくて4日間ぐらいかけて現地の人と話していってどだん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 脳を英語にしていくんだでその時の僕のやり方っていうのが英語でしか考えないないんだよつまり僕らは頭の中で日本語を考えてそれをく翻訳して英語で喋るじゃんだから絶対にこれが言いたいのに言えないというジレンマに陥っちゃうんだよねそうじゃなくて自分のボギャブラリーの中で知ってる英語だけで考えるんだつまり頭の中に英単語しか動かさないんだよ 頭の中で絶対に日本語を入れないと。英単語だけでずっと考えるんだよで。何か聞かれたらそれを翻訳せずに、頭の中でで英語でやるで。だから意味が分からなかったらひたすらパドンって言って相手に問い返す、WhatDoYouMean とか言って相手の言った単語をそのままバカみたいに繰り返して意味を教えてもらったらそれを翻訳せずに頭の中に入れるとこれを4日間ぐらい繰り返したらなんとか公演、公、まあ、演といってもね得意な分野あるじゃん。だかかか。ら、アニメととおもちゃとかさ あのそういうことだったら俺30分とか1時間ぐらいだったら海外でその日本語ほどうまくないんだけどある程度話せるでさっき言った本音と建前ともこれだと思うんだよつまり建前を話してるというふうに考えて本音こうなんだよなというふうに思ってる限り俺たちはこの本音と建前から解放されないんだよなそうじゃなくて話してるんだったらこれは俺の本音なんだで建前なんかじゃないっていうふうにちゃんと信じるで話してる内容とかでも もし嘘があったんだったらその場でいや、こんなこと言ったんだけども俺ちょっと実は違うと思ってるんだっていうふうにその場でフォローするというように喋ってることをいつも本気100%状態にするとだよねつまり頭の中で英語のみにするのと同じように頭の中に生まれてくるものを本音のみにしちゃってでそれを不得意な英語だからさ一生懸命考えてしゃべるわけじゃんそれと同じように本音しか喋らないというふうに決めたらめちゃくちゃ喋りにくいよそれは。 なな、んだろうなどういうふうに言えばいいんだろうっていうふうになるんだけどもそこを建前としていって本音は隠しとくよりさ全部本音を何だろう表現力とかそこら辺でカバーしながら喋った方が絶対楽だと思うおそうなったら戦争だろうが人間関係築けんだろうかそうかな脳内がシンプルうんそうそう脳内がシンプルになって負荷は軽くなるんだよな困難アイデンティティの幅を縮める アイデンティティっていうのがこんなことを言ってるけど実はこんなことをに考えてる自分っていうこの幅をアイデンティティと考えるんだったらそこは縮めた方がいいな僕はそこはロスが多いっていうふうに思っちゃうからななんでかっていうとこれ絶対ゼロにならないんだよさっきも言った本当の本音はバラバラで眩しいなとか喉が渇いたなとかそういう動物的な反射神経のもんだからそうじゃなくてこれをできるだけゼロに近づけても絶対ゼロにならないので、うん、スポーツ選手の合理的な動きみたいなもんで 動きとか考えとかに無駄がなくなってきて、かなり楽になると思うよ。マリオのゲームオーバーみたいなもので、あー終わっちゃったっていう感じに近いと思うんですよね。